はい、どうもクミツです。スーパーマリオメーカーやっていきたいと思います。で、前回初めてマリオメーカーの動画を出したんですけど、単発にしようかなって迷ってたら、続けて出してほしいっていうコメントもいただいたり、まあ、自分自身めっちゃ楽しかったので、ちょくちょく思い出したら、たまに、もうたまになのかちょくちょくなのか分かんないけどやっていきたいなと思います。はい、2がね、出るまで、はい、やっていきたいなと思ってます。そして何しよっかな。あ、そういえばこれなんかあのランク難易度があって、こっちにね、普通、世界普通みたいな書いてあるんですけど、まあ世界は世界でいいかなと思うんだけど、こうね、簡単、普通、難しい、とても難しいになっていて、とても難しいは多分私じゃできないと思うんで、まあ、今回は難しいでちょっと行ってみようかなと思います。前回は割とそんなに、まあ、死んだけどめっちゃつまずくっていうのはなかったんで、おー、どうしようかな。なんかこのクリボーチャレンジって面白そうじゃない？やってみようかな。遊ぶクリア率 3.55% ってやばいかな普通の時はどんぐらいあったんだろう、パーセンテージは。ちょっとどうかな。クリボーがいっぱい出てくるんだよね、要はクリボーチャレンジなんで。おお、ジャンプしたつもりがジャンプできなかった。この赤いコインを集めたいんだけど、失敗したんかなこれ。もう、ああ違うんですよ。この赤いコインを、はい、あー届いた、よしよしよし、あはいはい、よし、あ、じゃ、お、そうだ。いや、さっきのは挟まってないでしょ。なんで、何がどうなってダメだったの。オッケー、はい、お、あ、あー一人でキスつくわ赤いコインを集めて、そしたらなんか扉が開く鍵がもらえたりするんだよね。うわジャンプをうまく使わないと、あ、失敗した、失敗した。これ多分1ミスがもうダメなんだ、このコース。やばいやばい、コースに手を出しちまったはい、まっすぐ飛ぶ、あー、もうすくぞよし、いった、あーく考えよう。うまいことあのコインのとこにタイミングくちゃくちして右に行く。もうできないよ多分。え、出た瞬間に、はい、早すぎたはい、いい、危ない、危ない、今乗れないかと思った。で、もう完全に出てきてからここ、あ、うん、バカバカバカ、出てきて、出てきて、ここ、うっす、なんでなんで、前になんか調節しすぎない、ここ、はい、足りないよ、コインのとこじゃないとダメ、はい、はちゃぼよし、はい、った、いかい、あ、はい、ほしほしほし、あ、おお、危ない。で、やっぱコインのとこで登らないと高さが足りなかったりとかするんだよ。じゃーい、降りてきたらここ、はい、あ、やった、え、待って、復帰するの中間が欲しいよ、もう私は、はい、ここ、
よし、一番簡単だった。中間ください。やったやったやったここまでで20分かかっていくから。やばい、ゴールしたかのような喜びが今私に舞い降りてきてる。これは普通ジャンプか。よし。ジャンプ。なんかダッシュも、モーターが、でもここからできるっていう、いい素晴らしい。ダッシュのボタンをずっと押してるじゃん。で、今度こう、高くさ、敵をこう踏んでジャンプするときは、ジャンプモーター長押ししてれば、次、高く飛んでくれるんだけど、なんかね、ダッシュを押してるから、なんか押してる気になっちゃうんだよ、ジャンプも。で、うん。で、なんかジャンプボタン押せてなくて、低いジャンプになって、そのまま死んでいくっていうパターンがね、よく起きてて。ダメなの、ダメなの！これ鼻で飛べばいいんじゃない？違うね。はい、もう。はい、オッケー。ん？うわ、右が見えないのが怖いな。はい、どこ？どこ？ミニになったやつにもう一回乗るの？え？マジでわかんないんだけど。待って、マジでわかんない。マジでわかんない。あの、コインのとこが目印なんだと思うんだけど。何？違うの？なんかなんであの空中で死んでる人って何なの？いやもうわかんない。わかんない、わかんない。わかんない。わかんない。え、これさ、クリアできる？本当に。できないと思うんだけど、わーい、もう。なんかさ、ほら、あそこの空中にバツ出てるじゃん。でも今の段階じゃ、あそこで死ぬ要素がないんで。なんかアップデートでなくなっちゃった何かとか。ある？もしかして。なんかあのコインの下にブロックが出てくるのかなと思って、下から何回もやってみたけど、出てこないし。もし、もし本当はクリアできる何かしらの何かで、何かしらの何かでクリアできるんだったら、教えてください、誰か。コース ID をちょっと概要欄に貼っとくので、コメントか何かで、教えてください！まあいいや、私はちょっともう中間でクリアできた波にちょっと嬉しかったんで、一旦このコースはここで終わりたいと思います。悲しいけど、クリアしたかったけど、今の私の心にすごく刺さるものがありました。ネバーギブアップだと思ったら、バネーギブアップ面白。これも 3.25 か。ちょっと、これはクリアしたいな。でもバネーね。バネー。サムネでもバネがめっちゃいっぱいあったな。バネーギブアップ。うわーなん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 。これちょっと、どうすんの？上まである、上まである。上まである。上に上がれない。上に上がれない。くぅ、めちゃくちゃ笑われてる、くそ。あ、いけいけ。もう、上いけない。これさ、どっか抜けられるとか、ある？いや。ちょっともう笑うのやめてよ。上抜けられるとこがないじゃん。うるさい、うるさい、うるさい。うるさい、うるさいな、うるさいな。くそ！え？だってやっぱあの丸々だっけ？丸々高に跳ね返されちゃうから。なんかそういうバグあるんだっけか。バネの隙間抜けるとか。バグじゃないのか？そういうなんか技？抜けた！なんで？なんか抜けた！なんかしゃがんだら抜けたんじゃない？逆に抜けたら最悪だけど。どうやったんだろう、私。
危ない、ちょっと、あ、嘘、逆戻りされた、くっそー、悔しいな、マジか、抜けろ。なんかこの下の走るところがここだけ逆回転なんだよね。だから逆の方に帰っちゃう方に抜けちゃうんだよね。無理じゃんそんな。どうすんの？わかんないよ。誰か助けて。ギブアップ。ねえ、難しい、普通から難しいになるとこんなにクリアできなくなっちゃうの？私には難しいの壁はもう分厚くこんなに立ちはだかってくるとは。どうしよう。バネーギブアップってこんな45とか46まであるんだ。シリーズ化してたんだ。イージーか、こっちで敵取ってみっかな。イージーでしょ。ねえ、まさかジン、イージーなんだよね。信じてやるからね、マジで。なに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 なんだ。なに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 。こっちはあんな感じではなくて、一応コースっぽいけど、どこに行くっていうのがあれだったのこれ。あ、お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 、あ、え、ヨッシー、あ、ヨッシー、嘘、あれいるだった、もしかして。どうなってんのこれ。わぁ、はい、あ、いけないか、無理か、無理か、ここで、こう、あ、ヨッシー、ヨッシー、ヨッシー、これいけないか、この隙間っていけんのかな、行こうと思えばいけんのかな。ああ、ちょ、はい、ダメか。この音符とか、下の音符。ああ、腹立つな、笑うのどうにかしろ。これいけないんだもんね。こちゃ、ちゃい。ダメか、この音符はいけないのか。ちゃちゃちゃ、おい。あ、何？扉も一応あるけど、リセットかな。え、なんかこのドクロとかいるんのかな。うぅぅ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 ぅ。抜けろマリオ、抜けろ、そのぐらい、誰か。よし、春も近いので広大なお花畑を駆け抜けるスピードラン。いや、こういうなんかちょっとほのぼのできるのかわからないけど、ポップなのでちょっと締めたいと思う。ちょっと今日は不完全燃焼すぎてやばい。これをクリアして、よし、はい、ポンポン、どういう、いいんだこりゃ、なんだ、いいぞ、ほんとだ、あー、お花いっぱいだ。いや、でもこれは 6. 点なんかあったんで大丈夫だと思うんですけど、ギリギリだったらやばいかもしれん。時間が、はい、 OK、 短い、はい、ポーン。で、なんだったっけ、なんで死んだんだっけ、こう、はい、ほい、ほい、ほい、おし、 OK。そして、はっ、ぐるぐるのやつか、くそー、よし、で、ワン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 、にょーい、無理じゃんこれ。よし、早めに飛んだ方がいいの、違うね、
上じゃないんだ次は。くそ。上下上下上上、ああ持ってくやつ買ったんじゃないの？持ってくやつだったんだよ。右にねバックンバックンじゃない、ブラックパックがいたんで、そこに使うんですね。投げちゃ、これね、これこれ投げちゃいけないやつだったんだ、くそ。はいはい、もう下じゃない、上持って入る。よしよしよし、この可愛いね雰囲気ではブラックパックはいらない。だーい、やべやぶれ。はい、行っていいの、行っていいの、行っていいんだ、行っていいんだ、いい日スタート。うわあと残り11秒もあったんで、10秒縮めてくれてもいいですよ。いや、可愛らしいコースできてよかった。もう、これはもう、ね。難しい制覇したと言っても、過言ではないのではっていう。ほのかちゃん、ありがとうございました。うん。そうだね。うん。前半のことは全く、覚えてない。うん。覚えてないよ。じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。もし、まあ、やり方わかる方がね、いらっしゃったらぜひコメントお願いします。で、いつかね、ちょっとわかったらリベンジしたいと思います。はい。じゃあまた何日後かわかんないですけど、バイバーイ。